波形メモリは1980年代に品質したデジタル音源の基本方式の一つ。ウェーブメモリ音源と呼ばれることもある。波形メモリはデジタル信号処理の基礎技術であり、1970年代からデジタル楽器全般に共通する基本要素技術の一つと認識されていた。デジタルシンセサイザーにはプレーンなデジタル楽器の要件に加え、 下記の要件が加わる。波形メモリ単独ではこれらの追加要件を実現しようがないため、歴史上いくつものシンセサイズ方式が登場した。波形メモリを併用したアナログ音源は、ハイブリッド音源として区別される。1、波形を何らかの合成方式で生成し、波形メモリに格納して再生、音作りにはフィルターを併用する方式。初期のデジタルオルガン技術を、 デジタルシンセサイザーに発展させる形で登場した。2、オシレータに、波形メモリを採用したシンセサイザーゴルブ DW-8000PPG ウェーブ2.2波形テーブル上に、1周期波形を複数並べ、キータッチや、時間経過に応じて、波形を、順次切り替えて、音色変化を実現する方式。1980年、PPG が採用し、 後継のオルドオフに引き継がれた。なお、PPG Wave 2-X には複数のソフトウェアエミュレーションが存在するので、音源の仕組みは簡単に実地確認できる。なお、PC 用サウンドカード製品には、ウェーブテーブル音源という名称を用いる製品が多いが、これらはサンプリング音源、PCM 音源の別名に過ぎず、 PPG ウォルドオフのウェーブテーブルシンセシス方式とは無関係である。補足英語版記事ウェーブテーブルシンセシスとの整合性ベクトルシンセシスの基本アイデアコルグウェーブステーションのウェーブシーケンス機能二次元平面を直行座標で四つの領域に分け波形を割り当てて例えばジョイスティックやエンベロープジェネレータの時間変化に沿って座標を更新し 4つの波形の混合比を変える一種の加算合成。SCI のデイブ・スミスが開発し、SCI やコルグの製品が採用したほか、カワイやヤマハも類似した音源を発売している。なおこの音源の観点では、ウェーブテーブルシンセシスは一次元座標軸上の移動として説明され、両者は類似したシンセサイズ方式とされるが、実際には加算合成の有無。 潜在的に生成可能な波形のバリエーションに相違がある。ベルライト CMI1980 年前後に半導体メモリー価格の低下に伴い数十キロバイト以上のロムやラムの使用が現実的になると一周期単位の波形ではなく数十ミズ秒単位のサンプルを丸ごと使うサンプラーや PCM ドラムマシンが製品化された。 サンプルの仕様で音のリアリティは格段に向上したが初期の製品は楽器としての表現力が十分とは言えなかったそこでさらに数十倍のメモリを使って細かなレイヤーで表現力を高めたりエンソニックミラージュさらに減算合成方式を併用して表現力の拡大を図って現在一般に PCM 音源と呼ばれる多少複雑な音源方式が確立した。90年代半ば以降、ミディ音源搭載サウンドカードの主流となった、ウェーブテーブル音源とは、実際は、サンプリング音源、PCM 音源の別名に過ぎない。グラビス GF1 サウンドブラスター O32SB、O64 波形メモリを応用した音源に、FM シンセシスと PD シンセシスが存在する。 ヤマハデラックス7980年代にヤマハの製品で広く知られるようになったデジタル FM シンセシスはヤマハの実装では波形メモリ出力で別の波形メモリを読み出す処理として実現しており波形メモリの応用音源と考えることが可能であるこの処理はアナログシンセ上ではクロスモジュレーションとして知られており波形メモリ処理が 合成方式の本質ではないことがわかる。FM シンセシスの出力の解釈には、周波数変調の概念が沿用されるので、一般には、周波数変調を本質とする、シンセサイズ方式だと考えられている。FM 音源製品のオペレータの波形テーブルには、一般には、制限波が搭載されている。後期には、 波形テーブル読み替えでサイン配外の波形も選択可能な製品が登場した。後に登場した RCM 音源ではサンプリング変調と呼ばれる PCM 波形で FM 音源オペレーターを変調する機能も提供された。1980年代にカッシオが開発した p d シンセシスは波形メモリの読み出し総作を歪ませて バイオンを変化させる方式と説明することができる。類似した処理としては、アナログ申セ上の教えたシンクを上げることができる。ありがとうございます。